収穫だったわね。まさかあんなレア素材がポロッと出るなんて思わなかったわ。もちろん最高の武器に仕上げてみせる。あ、そうだ、この後一緒に晩ご飯でもどう？私がおごるからさ。まあね、レア素材入手記念よ。それと手伝ってくれたお礼も兼ねてね、今日くらいパーッとお祝いしよう。それとも男としては女の子に怒られるなんてプライドが許さない？それじゃあ決定ね。その前にあのさ、シャワー浴びてきてもいい？ちょっとさっぱりしたいし、そのキリトと食事に行くとなると。ああ、いいっていいって、すぐ済むからここで待ってて。あんたを野放しにしたらどっか行きそうなんだもん。そう思ってても誰かがあんたを誘いに来るかもしれないでしょうが。なんでもないわよ。いいからここで待ってなさい。よろしい。それじゃ行ってくるわね。そうそう、言っておくけど、お風呂覗いたらうちのカジロに頭から突っ込むから。これは保存よ。これは後で売却して。あー、もう何が何だか分からなくなってきちゃった。こんなにごちゃごちゃしてると間違えて大事なものとか捨てちゃいそう。そうそう、いらないアイテムと一緒に捨てず。無事でよかった。それじゃあいいオチもついたところで早速ご飯食べに行こっか。キリトのおごりで。あら、裏若い乙女のあられもない姿を見たんだからそのくらい当然でしょ。あたしのことドキドキさせた罰よ。冗談だって。そんなお葬式帰りみたいな顔しないでよ。パパ、起きてますか？あの、パパにお願いがあるんです。ですね、
緒に寝たいです。あ、いえ、パパだけじゃなくてママも一緒に寝たいんです。なのでお迎えに来ました。3人で一緒に寝るの？はい、川の字で寝たいんです。親子水入らずでいいんじゃない？私も3人で寝たいな。やったー、それじゃあ決定です。川の字、川の字。それじゃあ寝る前にお風呂に入ってきちゃうね。私とゆいちゃんお風呂がまだなの。ううん、さっと入ってきちゃうからここにいて。冷たいミルクをゆいちゃんにあげたの。そしたら美味しいからパパにもあげるって。はい、どうぞ。あー、どうしたのゆいちゃん。あー、パパに全部飲まれました。大丈夫よ、まだあるから。本当ですか？ママ、ありがとう。どうかした？キルト君。なんか嬉しそう。いいなぁ。私のうちには、そういう家族って感じがあんまりなかったから。別に仲が悪いとかそういったことではないからね。でもこういう賑やかな雰囲気ってなんだか新鮮で嬉しい。理想の家族に出会えたって感じ。ん？パパ、ママ、何の話をしてるんですか？ごめんね、ゆいちゃん。パパもママもゆいちゃんのパパとママでいるのがとっても幸せって話してたの。本当ですか？私もパパとママがパパとママでとっても幸せです。パパ、ママ、大好きです。うん、私もだよ、ゆいちゃん。寝ちゃったね。かわいい寝顔、天使みたい。キリト君にも似てるよ、口元のあたりとか。なんちゃって。ゆいちゃんとキリト君と家族になれて私幸せだよ。足りないもの？それはそうかも。私たちって出会ってからそれほど経ってないんだよね。それに攻略もあるから一緒にいられる時間もあまり多くないし。じゃあ私たち、もっと
もっと思い出作らなきゃ。もっと、もっと、抱えきれないくらいの思い出を。